フランツ・ザルバトール・フォン・エスター・ライヒ・トスカーナは、イタリアの旧トスカーナ大公国の統治者、ハプスブルク・トスカーナ家の一員で、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人、騎兵大将、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世の娘婿。最後のトスカーナ大公フェルディナンド4世の弟、カルロ・サルバトーレ大公とその妻で両七里青。 フェルディナンド2世の娘であるマリーア・アイン・マクラータの間の次男として、アルトミュンスターで生まれた。全名は、フランツ・ザルバトール、マリア・ヨーゼフ・フェルディナント・カール・レオポルト・アントンである。テレジア・アカデミー公立中等学校を卒業後、ガリツィア・チュートン第6野力兵連隊の少尉に、任官し、1895年には、チロル・チュートンの狙撃兵連隊へ、 その後、騎兵部へ転属となった。1911年には、騎兵大将となり、最終的には、ウィーン・チュートンの騎兵師団長となった。第一次世界大戦中は、志願看護兵団の当幹及び、オーストリア・ハンガリー遺跡従事者の代表を務めた。1890年7月31日に、バート・イシュルにおいて、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の末娘、 マリー・バレリーと結婚し、マニ4男6女の10人の子女を設けた。結婚生活は、初め順調だったが、フランツ・ザルバトールが、他の女に手を出し始めると険悪になった。1914年の初め、フランツ・ザルバトールは、愛人の一人であった、弁護士の娘、シュテファニー・リヒターを妊娠させた。リヒターは、同年5月に、法園老へ家の講師。 フリードリヒ・フランツと結婚し、12月に産んだフランツ、ザルバトールの息子に、夫の姓を名乗らせた。リヒターは後に、名誉アーリア人となり、ナチスドイツのスパイとして暗躍したことで知られている。1934年、マリー・バレリーと死別して10年後に、ライゼンフェルス男爵夫人メラニーと再婚したが、間に子供は生まれなかった。最初の妻、 マリー・バレリーとの間に10人の子女を設けた。また、シュテファニー・リヒターとの間にも息子を設けた。息子は、リヒターの夫の実子として育てられた。ありがとうございます。